マックス・ラブナー・マックス・ルブナーは、ドイツの生理学者、衛生学者、医師である、ルブネルとも、ミュンヘンに生まれた、ミュンヘン大学で、アドルフ・フォン・バイヤー、カール・フォン・ホイトの下で学んだ、マールブルク大学、ベルリン大学のロベルト・コッホ衛生研究所の教授を、務めた、カイザー・ビルヘルム生理学研究所の設立者の一人で、1913年から1926年の、 間、所長を務めた。代謝や、生理学、衛生学、栄養学の研究で知られ、オットホイブナーと共に、エネルギー代謝の研究を行い、1883年、表面積の法則、すなわち鳥や哺乳類のような高温動物の代謝の量がその動物の体の表面積に比例することを示した。ルブナーは自作の熱量計を使って、体内で、タンパク質、 脂肪・炭水化物から発生する熱量を算定したルブナー指数と呼ばれるこの発表によって食物の熱量を評価する研究が盛んになったハローン RI、リガモンチ D、トマルゴ RJ、リカレントアートリーオブヒューブナー、オッドヒューブナー、S ディスクリプションオブザアートリーアンドヒズインフルエンス、オン PD トリックスインジャーマニー ジャーナルオーブンロサージョリー93 10848ドイ10.3171 j n s 200.93 6.1084プミド1117858 11エッカートアニマルフィジオロジーバイデビッド J ランドルウォーレン W バーグロンキャスリーンフレンチロジャーエイカートありがとうございます